どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっといつもと違う企画をやろうと思うんですけど、常々お伝えしているように、このガズクラブというこのね、新しい、ちょっと形というのを今構築してまして、昨日ですね、6月6日このガズクラブ限定オンラインイベント、もう150名160名の方ともう本当に汗だくになって大合唱して、かなり楽しかったんですけど、でそのガズクラブの中のSNS、Facebook の中でですね、限定の、ガズクラブメンバー限定の Facebook の中で、実はですね、どんなことでも質問に答えますということをやってます。こんな感じのやつですね。はい。これに対してですね、やっぱりそのガズクラブのメンバーのいろんなこと、これ困ってるとか、こんなふうにうまくいかないっていうことを、いろいろこう寄せていただいて、私がね、全質問に答えたというやつがありまして、もうガズクラブではね、そんなことをよくやってるんですよ。なんで今回はですね、その皆さんがね、日頃困っているとか、わからないこと、ガズに質問してきた、このガズクラブメンバーさんのこの質問をですね、こちらにシェアして、そこでですね、皆さんにはもしかして当てはまる、こういう時どうするんだろう、これってどうなってんだろうってことがあるかもしれないので、今日はこれでですね、この動画で、解説していこうと思います。はい。それではですね、もう全部のやつ今さらっと言いますからね。はい。この今、ガズクラブのこのやつを見ながら、進めていきます。まず1個目。弦のことに関する質問をいただきました。弦や太さやメーカーなどおすすめがあればお聞きしたいですというご質問でございました。で、この方はですね、アキーラのナイルガット弦というね、白っぽいやつ。これよくね、使われてる弦です。買った時に貼ってある弦で、これはね、なかなかナイルガット弦、アキーラという弦、いい弦なんですけど、もう少しコロコロした音の感じがいいなというふうにこの方おっしゃってて、この弦に結構質問が多いんですよね。で、ちなみにこのガズのわがままウクレレに貼られてたりしている弦は、フロロカーボンという素材でございまして、ガズは結構このフロロカーボン弦という弦のこの響きが、好きでございましてですね。で、さっきも言ったんですけど、ナイルガット弦とか、ナイロン弦とか、このフロロカーボンとか、結構ね、いろんな種類があるんです。あとは、他の動画でも説明していますけど、ロージーといって、この4弦がね、1オクターブ下の太い弦が貼ってあるのが、ここが鉄の弦になってたりするとかのあるんです。そして、よくね、おすすめの弦はありますかというふうに聞かれてて、以前、ガズでも弦をリリースしたことあるんですけど、今回、このガズのわがままウクレレで、このベトナムでモジャ君が作ってるものに貼っている弦っていうのは、またちょっと違うやつでございまして、実はですね、このガズのわがままウクレレに貼ってある、この弦はね、モジャ君がこれ、いい弦がありますということで、使ってる弦を発売する予定になっているんですけど、ちょっとまだ、多分ですね、夏とか秋ぐらいには、発売されると思うんですけど、そういうことがあります。という感じで、ちょっと宣伝を差し込みつつ、まだ発売されてないですけどね。とにかく弦にはいろいろな種類があるということを覚えておいてください。そしてですね、弦は、もう、これ、私ならね、いつもこの答えに決めてるんですけど、とにかく、弦っていうのは、もう気分を変えたい時に張り替えてもらって、自分で弾いてみて、この音が好きだな、この音がこういう感じなんだなっていうふうに、自分で体験していただくのがいいです。これはね、好みなんですよ、つまり。この弦の音が私は好きだ。でも A さんと B さんではもちろん違くて、それがいいんですけど、ここからね、ロマンティックな話ですけど、その自分好みの音っていうのは何だろうっていう、そういう自分探しの旅みたいなもんがあるんですよ。だから弦はですね、楽器屋さんとか、ネットとかいろいろ見てですね、いろんな弦を買ってみて、張り替える。で、張り替えるたんびにこういうところ掃除するのがいいんですよ。はい、そういう感じで、こう、自分探しの弦を、自分探しじゃねえ、何て言うの、自分好みの弦を探す旅に出ましょうというのが私が言いたいことでございまして、その中で、僕この絵が好きだったな、これでメモったりしてさ、そうやってお好みの弦を探していくのがいいと思う。だからガズさんはフロロカーボンという素材が好きですけど、これは別に皆さんにとってそうかどうかは違うということですので、いろいろ試してみてやってみてください。これね、いいでしょ、こういうやっぱね、選べる自由、これがね、素晴らしいな。はい、次の方。次はね、ストロークの強さについて知りたいですと。どのくらい柔らかく弾いてるのか教えてくださいという質問があったんですね。これはですね、皆さん、ちょっと、自分がね、今弾いてて、ね、初心者の方なんか特にね、これ強く弾きすぎなのかな、これ優しすぎるのかな、これどのくらいなんだろうっていうのがあるんですけど、これもですね、これが正しいですよっていうことは、当然、人それぞれわからないんですけど、ちょっと試してみましょう。じゃあ思いっきり強く弾いてみますよ。
強いですね今ね。こっからだんだん弱くしていきますね。弱くしていきます。弱くしていきます。はい。そして、まあ今真ん中ぐらいかな。はい。こんな風にちょっといろいろ弾いてみるのがいいと思うんですけど、こうやって自分でいろんな強さで弾いてみて、その曲調にもあると思うんですよね。なんでそういうのもいろいろ加味されるんですけど、これもさっきの弦と同じなんですけど、あ、ここ気持ちがいいなっていう力の入れ具合をあと探してもらうのがいいと思います。あとね、曲調によってね、強さも変わると思います。あと弾く位置ね。例えばガズさんよくこの辺がいいと言ってます。このガズのわがままウクレレだとここにフレットがないんで、ここにスペースがあるんです。この辺りがね、いいんですよ。音がいい。よく言ってますけど、ちょっと C 押さえてこっちから弾いていくよ。ここ硬いんだよね。硬い。ほら、だんだん音が柔らかくなってきて、こっちに行けば行くほどマイルドになってきますからね。この低い位置と力っていうこのバランスがあって、縦軸横軸みたいな感じで、ただこっちで思いっきり弾く音とこっちで思いっきり弾く音ではもうだいぶキャラクターが変わってきます。そういうことで、例えばですけどロックの曲はやっぱりこう結構力強く弾きたいですね。こんな感じでグイグイいく感じの時は結構こう力をね、こうスパーンとこう振り抜くような感じで弾いてもらって、それでもちょっとバラードっぽい、例えば16ビートでもバラードで出てくる16ビートだと、というような感じで優しく弾く16ビートもあっていいと思うし、もうだからこれはですね、さっき の弦の話にちょっと似てるの、自分で気持ちいいところを探すというのがやっぱりいいと思いますから、まあ、曲調とかあと弾く位置とかその強さも含めですね、あ、この辺のですこの音がこのボリュームがいいなというところが、まあ、正解でございますんでね。あとね、もう一個だけ言っとくと、このウクレレの作りとか、そのウクレレのクオリティによって、ちょっと優しく弾いてるのにバキって聞こえるっていう音も確かにあるんでね、そのウクレレのこの個体差も結構あると思います。で、ちなみに、いいウクレレっていうのはちっちゃい音でもしっかり聞こえる。やっぱり安い、安価なウクレレっていうのはしっかりこう弾いてやらないと、あげない、鳴らしてあげないとちょっと聞き取りにくいっていうのもあると思うんですけど、それもね、いい悪いじゃないんですよ。その安いウクレレならではの価値がありますからね。なんでそういうのも含めてやっぱり選ぶところ、自分で選べるっていうところがやっぱり音楽や自分でやる音楽のまあ豊かさだと思いますんで、正解はたくさんあります。さっきの弦の話と同じになっちゃうんですけどね。まあまあ、なんで結構気になさらず自分が気持ちいいところが正解ですからね。はい。あともう一つですね、ギター弾くとき、僕ギター弾くじゃないですか。ギター弾くときとの意識の差みたいなものはあるんですかというんですけど、ガズの場合は結構もう真っ二つに分かれてて、違う楽器ぐらいのイメージにしてますけど、それはね、人によって違うんじゃないかな。ギターの延長線上で考えてる方もいっぱいいると思うし、ガズの場合はギターはギター、クレレはクレレっていう感じですね。まあ、右手に関してはちょっとストロークだと似てる要素は強いですけども、コードとかもまるで違いますからね。もう景色が違う。そんな感じでございます。はい。次の質問。この方はね、ウクレレが3年やってると。で、未だね、C と F 以外はコード表を見ないと自信がない、覚えられないということですね。なんかワークショップで習っていったんだけど、進むのが早くて、3年ともなると、アルペジオ、イントロとか、8ビートとか全く覚えられなかったんですと、この方は。はい。できる限り1日5分でもウクレレに触るようにしているんですが、なかなか上達しません。どうしたらいいですか？わかります。私って上達しないんだよな。3年もやってるのに、こんなんじゃダメだ、ということを思ってはダメだというふうに私は返事してる。これはね、私の返事をそのまま読みましょう。上達が早いとか遅いかっていうのはね、誰かとの比較です。はい。比較。比べて初めて早いとか遅いとか出てくるもんですからね。そもそもね、音楽っていうのは比べるものではないので、ゆっくり楽しんでください。ここ間違っちゃダメですよ。楽しんでください。はい。続きます。そもそもですね、上達するのが目的で音楽を皆さん始めたんですかっていうところに行きます。上達が目的じゃなくて、いい気分で演奏するのが、音楽を始めた目的である。
ここは間違いないと思うんですよね。音楽上達するぞって音楽を始める人はいないんですよ。音楽やっていい気分になろう、これで奏でたい、そういうねものだと思うんですよね。はい、楽しんでやる、これを忘れてはいけないです。でしんどくなってるっていうのはね、わけわかんない状態なんですよ。音楽を楽しもうと思ってるのに、なんで私今しんどいんだろうって、そこに気づいてくださいね。そうそう、しんどくなっててはわけわからないですよと。大好きな曲を1曲決めて、飽きるほどうんざりほど1曲をねもうずっとやるんですよ。そしたら覚えますから。だって曲はさ、好きな曲だから、もう歌詞とかメロディーを覚えてるわけだから。あとコードをこうやってやってる。はい、それがね、引き込みましょう。はい、その時ある程度言ったらね、なるべく楽譜を見ずにやる、これがポイントです。覚えられない人の典型はですね、やっぱり見てるんですよ。いつも見てるから覚えられない。まずそれを閉じましょう。はい、これがキーポイントでございます。はい、やっぱり見てるから覚えられない。まあよくガズレレでは言ってるんですけど、覚えたいと、もし覚えたいと思うんだったら見てはダメです。閉じて、間違えたら見ていいです。そして、あ、そうだったかつってまた閉じて、それの繰り返しです。はい、それはですね、しんどいっていうよりは、あー惜しいみたいな、そういうゲーム感覚でやってください。はい、しんどいのは、それはやっぱり音楽、音を楽しみと書いて音楽ですからね。はい、しんどいのは脳を楽しくやる。はい、楽しくやってると、なんか知らないうちに上達してる、そんなのが僕はすごく素敵だなと思います。はい、あと次はですね、次の方の質問はですね、ウクレレ大切に使いたいのでメンテナンスなど、教えてくださいということですけど、これはですね、以前私動画でシェアしてるんで、お掃除、 日頃できるお掃除、ここら辺ちょっとリンク貼っておきますんで、ね、この辺見てください。これやっぱりね、ちょっとねこう拭いてあげたりね、オレンジオイルとかレモンオイルっていうオイルを染み込ませてあげるといいというふうに思います。はい、そしてですね、ちょっと次の方、指がね太くて隣の弦に触れて濁ります。じゃんじゃん弾くときはいいけど、アルペジオにトライするとね、ペチペチなっちゃうんですよ。そう、アルペジオってね、バレちゃうんですよね。はい、で隣の弦に触れないように抑えるのはできませんけど、なんかねうまい方法ないですかってことなんですけど、これねやっぱりね、例えば Dm というコードが典型ですけど、 Dm ってこんな感じね。はい、これをですね、やっぱりね、指が太い方はなかなかこう収まりきんなかったりするんですけどね、やっぱり僕が言うのは、この角度ね、この触れの角度と、この親指の位置です。この親指の位置をいろいろ変えてみて、探るのがいいと思うんですよね。で、やっぱり私、指が太いんで、ソプラノは難しいですっていう方も、結構いらっしゃるんですけど、ハワイに行ったらですね、本当に、もう、こんなすごい、こう200キロの、もう身長のでかいハワイのね、方がね、本当にこのちっちゃいソプラノウクレレでもう、見事に弾いてるんですよ。やっぱり角度とか、その、なんていうのかな、この親指のこのね、ここでね、結構カバーできることもありますんで、ちょっと研究してみてもらって、まあもちろんコンサートウクレレとかテナーウクレレでもう一回やってみるっていうのもいいと思うんですけど、あとね、力を入れすぎてるって可能性がめちゃくちゃあるんで、力は抜いてくださいね。で、やっぱ どのぐらい力が抜いたらいいかって言ったら、例えば今 Dm 押さえてるでしょ。で、グッと押さえてる。じゃあ普通に弾いてみます。で、力をだんだん抜いていきます。こういう風になったらもっと力入れなきゃダメですよ。これ音が要は綺麗になってるギリギリの強さでいいって考えたら、案外そんなに力はいらないはずなんで、グーってもめちゃくちゃ力入れてる可能性がありますからね。はい、なんでこう自分でそのあこのぐらいでもなるんじゃんっていうところを探す、これがポイントになってきます。はい、じゃあ次どんどんいきます。はいはいはい、いや、指と手首が痛くなりますっていう質問がありました。指が痛くなる、例えばここの指が痛くなるのはさっき押さえすぎだってコードの話、コードを押さえすぎ、力入れて押さえすぎっていう話もあるんだけれども、今言ったみたいにそこで調整してちょっとやってみても、ここの指先が痛いのはね勲章です。やってたらね、最初痛くなる。でもこれだんだんタコになってきてね、まあちょっと指の皮厚くなってきますけど、まあ、硬くなってきたらもう逆にいいことなんで、はい、それは楽器を弾く上でね。だけどここの手首が痛いのはブブーですよ。手首が痛いというのは無理に力が入っている証拠ですから。手首痛い人はちょっと弾き方改めてください。こう柔らかくして手首にも力が入っているかもしれないし、あと変に力が入っている、なんていうのかな、それは腱鞘炎とかになっちゃう可能性大なんで、手首痛いのは要注意です。本当に絶対変なところに力入ってますからね。一回鏡見たり、自分の演奏を動画に撮ってみて、自分かなんか変な形にしてないみたいなことを分析してください。あとはよく言ってるのは痛いで言うと、ここのウクレレのフレット、このウクレレによってはここにすごくこうバリといってフレットをこう切ったところで傷ついてて手が血だらけになっちゃう人いるんですよ。これは気をつけてくださいね。こうヤスリで削ったりして、やってもらいたいんですけども、どっか痛いっていうのは、この指先の先端だけが OK。あとどっか痛いのはやっぱり何かがちょっとトラブってる証ですからね。要注意ですよ。はい。次です。
使ってるウクレレ、10年前に購入したあのハワイアンコアのソプラノウクレレらしいですね、この方は。で、次はコンサートでハワイアンコアとは違う感じの音色のものがいいんだけど、なんかおすすめの素材ありますかとか、ソプラノコンサートの違い、大きさ以外にどんなことがあるんでしょうかということなんですけど、これもあのガズが答えた質問をそのまま読むと、おすすめはもちろんガズのわがままウクレレのベトナム産めちゃくちゃ高品質のアカシアがいいですよというふうに一応言っておきましょう。なんだけどこれはですね、ここだけの話ですがね、あ、そうだ、この話したんだ。あ、今度セミオーダー、近々ガズのわがまま送りセミオーダー受付します。その中でいろんな木材からセレクションできるようにするんですけど、そこにいろいろ木のね、あの音色の特徴を書いてあるリストみたいなのもあるんです。そういう風に感じで木でね、全然音変わるんですよ。これがまた面白いところで、楽器屋さんや友達のウクレレを借りて、いろんな素材のウクレレを弾かしてもらって、あ、この音が好きだな、これ、まあ、もちろんさっきの弦の話とかも加わってくるんですけど、例えばね、このアカシアのやつが例えば、マホガニーという木に変わったとしても、弦を変えただけでまたキャラクターが変わるから、それもね、人生をかけた自分の、ね、お気に入りの音を探す旅路かもしれないです。はい。これも弦と同じで、どんな木材がいいのか、どんな大きさが自分に合うのかなっていうのも、やっぱ自分で体験して、あ、気持ちがいいな。やっぱこの自分の気持ち、楽しいとか気持ちいいとか、そこが答えですからね。みんなに合わせるんじゃなくて、自分がいい気持ちかどうか、いい、この音が好きだっていうものを一生懸命探す。あとは見た目も大事だと思いますよ。この木目が綺麗だなとか、この色がね、好きだなとか、そういうのもあると思いますね。あ、もちろん、でもそういう選べる喜びも楽器の中でもすごくありますんで、でよくあのガズも言ってるんですけど、ウクレレ始めたらね、もう最初この1本でと思うんだけど、まあ、どんどん増えていきますから、それで増えていく中で、やっぱりあの使い分けも出てくると思うし、コンサート弾きたい時もあれば、ソプラノ弾きたい時もある。そんな風にね、あの結構こうフランクに考えて、もうこれ1本だけじゃないとみたいな風には、まあ、きっとならないと思うんで、いろいろ試してみて、あ、心地いいなという気分。でもね、どっちもいいもん。もう選べない、1個はね。はい。そんな感じで、こう柔らかくいきましょう。はい。じゃあ次いきましょう。キーが合いません。キーが合わない。そういう方もいらっしゃる。で、私もね、あの、カポタストっていうのを紹介して、ここにちょっとカポタストのリンク貼っておきますけど、このカポタストっていうのをこういうところにはめてね、やるんですけど、初心者にはね、カポタスト早いでしょうかっていう質問なんですけど、いやいや、あの、カポタスト初心者さんでもどんどん使ってくださいね。はい。ただやっぱりいつも言ってるんですけど、みんなで大合唱するときは公園のベンチ理論ですから、やっぱり一つの、ベンチに座って一つの同じキーでやるっていうことで、あのキーとかもう音痴とか気にせずに思いっきり楽しんでもらって、でも外で思いっきり大合唱したら普段合わないなと思って歌っちゃうかもしれないんで、はい。そこはあのキーはね、あのよく話になるんで、さっきのリンクのところちょっと見てもらうといいと思います。はい。ですね、その次。エンディングのジャガジャガジャガがうまくできません。これね、よくいただく質問。これですね。これはですね、これもね、動画があるんですよ。ジャガジャンド。ここ一応リンク貼っておきますけど。はい。これはの手首柔らかくして、もう手をほうきのようにね、もうほんとこう1ミリも力入れちゃダメですよ。こうやって動かすんですよ。柳の木みたいな、こうほんとこんな感じ。はぁーって、このぐらいじゃないと、でこう力入れてこうやってやってはもうね、ダメですよ。ここで筋肉がこうなってたらね、ダメ。ダラ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 って。これがポイントです。はい。はい、次。いっぱい来た質問。あ、16ビートがうまくいきません。やっぱりね、歌をつけようとするとなおさら。やっぱりね、この16ビートっていうのは、深いんですけど、これはですね、やっぱり16ビートの関する質問多いんですけど、ガズのですね、ウクレレを触ったこともない人が始められるよというプログラムの中で16ビートのチャの解説してるんですけど、そこに結構ヒントがあるんですよね。やっぱそれ、やっぱりね、あともう一個は大きい声で歌うとか、酔っ払った勢いでガーッとやってみるっていう時に、あれ？今歌えたっていう時があると思います。なんでかっていうと、演奏に集中してるより、歌に集中してる時の方が演奏って何かどっかこっちの方でできてるんです。歌を中心に考えた時にこの、あれなんか今できてたんじゃない？俺もしかしてっていう、そういう気分にね、なる時が来ると思うんですよね。まずはリズムの練習してもらいたいんですけど、一緒に歌う時に、歌が中心にならないと一緒に弾けないです。演奏が中心になってると、歌が、なんかどっか行っちゃうんですよ。ちょっとその歌声、大きい声で自分が知ってる曲を覚えて歌ってみる。これをおすすめします。はい。ですね。あ、この方。
最初にウクレレを教えてもらった時に、まあ、先生にね、人差し指一本でこうストロークする。これよくある事象なんですよ。ウクレレの先生、人差し指でこうやって一本で、これももちろん素晴らしい弾き方だと思いますけど、ガゾはね、結構緩くこう、さっきも言ったように柳抜きのように、もう全ての木を使ってるんですけど、これね、人差し指一本で、例えば茶をやるときって、ちょっと、なんか、ここでやる感じになるのが、まあ、ちょっといろいろ感じが違うんですよ。なので、その方はね、この全部の指で弾くように変えた方がいいですかというご質問なんですけど、これはですね、変えてもいいし、変えなくてもいいし、あわよくば両方の弾き方マスターしちゃえばいいんじゃないかなと私は思いました。一本は一本で、こう、ハワイアンみたいにこういう、のんびりこうやってやるときには一本の弾き方すごくいいんですよ。でも、まあ、ガズみたいなの弾き方、ロックっぽい感じとか、チャワやるときにやっぱりね、こう、全部の指がこうなってた方がね、やりやすいと思うんでね、使い分けでもいいと思いますよ。もちろんこの弾き方じゃなきゃダメっていうのもノンノン、それもありません。自分に合った弾き方でいいと思います。はい、どんどんいきます。はい、リズム、16ビートいいですね。16ビートはやっぱ質問が多いですね。あ、でこの方 Gm7 のコード、 Gm7 っていうコード、このコードですけど、これはねちょっと指がね私反らないんですっていう方なんですよ。Gm7 で、こことこことここね、こういう風にやって、これ、こういう風にね、反らないんですっていう方が中にはいます。これね、僕もウクレレ、いろんな方教えてきて、こういう風形にならないっていう方いるんですよ。そういう方は、もちろん、こう、こう、こうでもいいですし、まあもちろん、こうでもいいよ。ちょっと狭いけどね。あとはですね、Gm というコードに関しては、ただの Gm っていうコード、こことこことここでも、響きはほぼ一緒ですんで、こっちでも、置き換え可能だと思います。結構 Gm7 というコードをガズレレで多いんで、 Gm7 難しかったら Gm というコードをちょっと押さえてみる。それない方はこれで試すのをおすすめしてますというふうにご案内してます。はい、じゃあ次はね、飛行機に乗る、よく乗るんですけど、このソプラノウクレレは、機内持ち込みできますかという質問なんですけど、これはですね、基本できると思うんですけど、これはね、乗る航空会社に確認した方がいいです。例えば LCC だとダメかもしれないんで、問い合わせするのもいいし、ホームページに大体書いてあります。で、ANA とか JAL は、これ今ね、私が知る JAL だと大丈夫です。ただし、ケースがすごくでっかすぎるとダメですよ。このぴったりぐらいのなんかリュックサックにギュッと収まれば持ち込み可能でございます。なんで、ね、JAL に関してはですよ。他の乗る飛行機会社に確認してください。そうしないともう大変なことになっちゃいますからね。はい。こういう質問も面白いですね。はい。次の質問。次の質問の方はですね、こうストロークするときに、ちょっと見ててください。こういうふうに、ガズの弾き方って見ててわかるでしょ。親指がいつもここに残ってるんですよ。こういうふうに。その方はですね、こう一緒に弾いていますと。こう。はい。で、その方も同じように、この親指をここで止めた方がいいんですかという、こんな質問でございます。それもさっきと同じで、どっちでもいいと思います。ガズは、これが、もう、癖なんですよね。これ。で、ここでね、ここの親指でここでね、リズム取ってるんですよ。よく見てて。こういう風にリズム取ってる。これはもう僕の癖なんですけど、もちろんこう親指ここ止めなくて、こういうのでももちろんいいですよ。手首柔らかく。で、それも、なんていうのかな、もう人それぞれ正解がありますんで、わざわざその、こっちに変えようっていうことはないですけど、やってみて、調子良かったら、もうもちろん変えてもらっていいと思うんですけど、そうですね。自分のスタイルでもいいし、興味あったら参考にしてくださいというふうにしています。親指の位置は、ガズは止めてるけど、みんなも止めた方がいいよということではなくて、私にとってはやりやすいってことですね。もう自由ですからね。はい。どんどんやっていきましょう。ですね。あと、フットシェイカーとかタンバリンとかでやるといいですよね。まさにその通り。次の質問ですね。アンプしたくて覚えようと思うんだけど、なかなか覚えられないという質問なんですけど、これもですね、私よく言ってるんですけど、覚えるときはもう決意しかない。覚えるとき決意しかないって言ってるんですけど、やっぱそれもしんどいなという思い出はちょっとね、やっぱしんどいですよね、やっぱり。まあ、この曲大好きなんだよな俺って言って、鼻歌を歌ってて、そこにこうつけてるうちに、あれ次のコードなんだっけな、そういえば F だったとか、次はこれ C だったというような感じで、見ながらやってはダメですよ。閉じて。間違えてたら、あれなんだっけって言って、あ、そうだった、悔しい、もう一回、みたいな、そういうのが楽しいと思うんで。やっぱりね、覚えて演奏する楽しさを知ったらね、たまんないですから、どんどん曲を覚えていってください。はい。この質問も多いです。次の質問はね、Dm を押さえるときに、こういうふうに押さえると。
Dマイナーっていうのを押さえるとこね、こことこことここを押さえるんですけど、ここの2つを押さえるときに、ここでさっきも言ったんですけど、こうちょっと狭いでしょ。そのときにこれをね、この中指でこうクッとこう2つ押さえて、こういう風に押さえてるんですけど、これじゃダメですかということで、そうするとね、こんな感じになる。なんだけど、これを見て、ここすっごい反らないといけないんですね。そうしないと、二弦にこの指の腹が当たっちゃうんですよ。なんだから、まあ、本当はこっちの方がいいと思うんですけど、この指をね、このぐらいグッと反れるよ。で、下の二弦にね、これ、要は、こういう音になっちゃうから、二弦が。それがなければ、別に、綺麗に音が鳴ってれば、この押さえ方でも問題ないですよ、というふうに私はしておりまして、もちろん、これでも、綺麗になってればね、これね、これ、わかる？キュッと反ってるでしょ、これ、はい、本来はこう、本来はっていうか、ガズはこうやって頑張って押さえてますけど、狭いからね、はい、なんで、音を1本ずつアルペジオで確認するのがいいと思います。アルペジオで綺麗に音が出てるんだったら、OK。だから、ブツってなっちゃうと、やっぱちょっとね、アルペジオでブツはちょっと綺麗に出したいなっていうのありますけどね。はい、次の質問です。次の質問はですね、なんか僕は、ガズはあんまり体験したことないですけど、きっとこういうことだと思います。多分話すときに、これが鳴っちゃうっていうんですよ。この方の、質問はですね、左手を押さえるときに弦を弾いて音が出てしまうことがよくあると。アルペジオとかだとめちゃくちゃ気になるってこの方がおっしゃってるんですよ。多分だから、こういう、多分だけど話すときに下に話してんじゃないかなと思うんですよ。ここで弾いちゃってんですよね。はい。だから、指を、真上に離す。はい。指をね、こう下に離しちゃうと、ここで引っかいちゃう可能性があるのと、あともう一個、ちょっとこれはね、もう、これこの動画最後の、もう30分くらいやってますけど、これ最後なんで一応言っとくと、今の、例えば F G7 C というコードだとして、ちょっと聞いててくださいね。今分かった？ 1、2、パッ。何にも話さないとこ一回入れればいいんですよ。わかるかな？そう。一回話して空白を入れる。開放弦全部。それでも、そうすると結構時間的余裕があるんで。きっちり4つ押さえとかなくてもいいというかです。ちょっと緩めてもいいと思います。タトゥトゥバタトゥトゥバタトゥトゥバタトゥトゥ。ちょっと今バーのとこで離しちゃうもん。バー、バー、バー、バー。普通だったら、トゥンテンテンテン、バータトゥ。間に一回何にも押さえないとこを入れたら、結構余裕ができて焦ってこう引っかけ、引っかけ。左手に引っ掛けるのが減るかなともちょっと思いました。なるべくこうまっすぐポッとやる。はい。そんな感じでですね、こんな感じでもう山盛りで質問に答えたりとかしております。はい。ちょっと参考になればね、いいかなと思うんですけど、はい。こんな質問たまにね、そのガズクラブの中の、ガズクラブ限定、非公開グループの中でいろんなやりとり、毎日毎日ね、みんなとディスカッションして繰り広げられておりますので、まあもし興味ある方はこれ。カズクラブをよろしくお願いします。YouTube のコメント欄も、質問いただいたときに、気がついたときは結構コメントしてるんですけど、やっぱもう本当にありがとうございます。コメントすごくいただくんでですね、すべてちょっとしっかり答えられるかどうかちょっとあれなんですけど、一応カズクラブの方ではね、あとは濃厚に今のところ言ってますけどね、はい、よろしくお願いします。はい、そんなことで今日はちょっと演奏動画ではなかったんですけど、こういうのもね、たまにはちょっとこう共通認識で。で、やっぱり、質問を、受けててちょっと気づくのは、やっぱり、みんなこう正解を求めていらっしゃるっていうのはもちろんそうだと思うんですけど、ね、正解ってね、もういろいろあるんですよ。もう人それぞれ。例えば車何買ったらいいですかっていう質問と同じで、いや軽自動車が便利な人もいれば、やっぱりね、ベンツが好きだという人もいれば、プリウスみたいなね、電気自動車がいいとか、もう人それぞれ正解がありますから、やっぱりその人と違うなんていうのはもう当たり前でですね、やっぱりそれぞれが自分が楽しいとかいいとか気持ちがいいとかいい音だなって感じたものがもう正解。
これ分かっとくと結構良くないですか。はい、あとは気持ちよくやるために楽譜を見ずに歌えるようになれたらいいなということで、覚えていくとか、やっぱそういうところにつながっていくと思いますね。やっぱそもそも音楽を始めた理由はね、やっぱ楽しいなとか豊かだなとか、わあいいな、私にね音楽できたらきっとすごくいいだろうなというところから始まってるはずですから、それをまずこうゲットしていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、いつもガズレレ YouTube ご覧になってくださってありがとうございます。ガズレレ皆さんご存知のとおりいろいろやってます。このガズのわがままくれ、これベトナムで作ってます。これ今ちょっと今ね買いなんですけど、もう近々、再入荷予定があったりとか、あとはあのリッドミュージックの本とかね、あそうだここにあるから紹介しよう。このリッドミュージックの本とか皆さん、はい、こんなのいろいろあります。これ、はい、リュックサックが入るガズレレリュック、リュックサックが入るじゃねえや、コンサートウクレレが入る、これリュックサックなんですよ。これすごくよくできてます。自分で作っときながら横にも持てるし、これねウクレレが入ってるようには見えないです。これがまだいいんですよ。これも販売中。はい、これももちろん販売中で、あと今度これ赤いやつも今今度6月18日に出ます。これ3つ今ね、今アマゾンでもベストセラーです。赤いやつはまだ出てないのにもう1位になっちゃって、もう本当にありがとうございます。これご予約受付中、いろんなことすべてガズレレ .com のホームページに出ております。はぁ、山盛りだった。皆さん楽しく音楽していきましょう。そもそも音に楽しいと書いて音楽だ。それでは皆さんさようなら。